もうこれは実質レゴクリエイターですね。で、改めてこのカラスを近くで見ると、うわぁ、もうすごいかっこいいっすね。皆さんこんにちはっす。ジェスオールゴールだ。はい、今回紹介するレゴはこちら、レゴドリームズネバーウィッチのナイトメアクリーチャーです。はい、今回はこちらを組み立ててレビューしたいと思います。はい、こちらは今年発売された新しいレゴドリームズです。ちなみにこちらは一部店舗及び流通店限定商品となっております。ちなみにこちらのセットなんですけど、基本的にパーツ目当てとジャケ買いで買いました。箱の時点でこのモンスターがめちゃくちゃかっこいいです。箱の後ろはこのようになっていて、まずレゴドリームズはベースから作って、その後2通りの作品に組み替えるんですけど、このセットはなんと3通り組み替えることができます。もうこれは実質レゴクリエイターですね。1つ目の作品がカラスで、2つ目がオオカミで、3つ目はドゥームブロです。こちらの定価は6480円でピース数は457個です。ちなみにこのセットは楽天でポイント値引きもあって5900円で買いました。今回の動画ではこちらのベースを作って、こちらのカラスを組み立てたいと思います。はい、まずはベースの作品の組み立てが終わりました。ちなみにこれらを組み立てるのにかかった時間はだいたい15分ぐらいで完成しました。で、これ冒頭で言い忘れてたんですけど、今回こちらのセットは敵側のセットになっておりまして、主人公サイドはこのマテオのミニフィグだけです。まず今回こちらのセットに付属するミニフィグについて説明します。左からマテオ、ネバーウィッチ、マッドテオ、リジー、ドーガン、ブログです。まずはこちらのマテオから見ましょう。全体をぐるっと見回すとこのようになっております。右手には G が変身したスライムソードを持っています。このスライムソード結構かっこいいですね。なんかスーパー戦隊の最終武器みたいな感じで、僕は結構好きです。これまで作ったマテオと比べるとこのようになっていて、髪型はそんなに変わってなくて、衣装のデザインが結構変わっております。ちなみにジャケット取り外した状態だと、はい、このようになっていて、背面はこのようになっております。はい、続いてはこちらのネバーウィッチを見ましょう。ちなみにネバーウィッチの台座はこのように簡単に取り外すことができます。ちなみに台座パーツはこのようになっていて、黒とクリアマゼンタが使われていますので、めちゃくちゃ綺麗です。で、こちらがナイトメアウィッチです。全体をぐるっと見回すとこのようになっております。ナイトメアキングとナイトハンターと並べるとこのようになっていて、レゴドリームズ見てないんで何とも言えないんですけど、この3人がおそらく敵の大ボスなんじゃないかなって思います。ちなみにネバーウィッチの杖はこのようになっていて、中のクリアのプリントパーツは記憶になっております。はい、続いてはこちらのマッドテオです。ちなみにマッドテオはマテオの偽物になっていて、先ほどのこちらの記憶と悪夢を混ぜてこの鍋から出てきた偽物です。手に持ってる槍はマテオが持ってたものの色違いです。はい、全体をぐるっと見回すとこのようになっております。全体的に暗い色が使われていますので、もう一目で悪役だっていうのがわかりますね。ちなみにジャケットを取り外した状態だとこのようになっております。はい、次はこちらのディジーです。ちなみにディジーはゾーイの偽物です。はい、全体をぐるっと見回すとこのようになっております。ミニフィグのプリントパーツのデザインもほぼほぼ一緒ですね。強いて違うのであれば、胸の砂時計のマークが敵側のマークになっております。続いてはこちらのドーガンです。ちなみにドーガンはこちらのローガンの偽物ですね。はい、全体をぐるっと見ますとこのようになっております。全体的に黒色とマゼンタが使われていますので、めちゃくちゃ怖そうですね。右手に持ってるものは見た感じピッケルだと思います。はい、そして最後はこちらのブロブです。ちなみにブロブは Z の偽物になっていて、 Z は緑色のクリアパーツだったのに対して、ブロブは真っ黒なパーツになっております。個人的に言うのであれば、ブロブについてはクリアのブラックかクリアのマゼンタを使って欲しかったなって思います。そしてこの付属のミニフィグ全部がリバーシブルフェイスとなっていますので、このように表情を変えることができます。はい、続いてはこちら見ましょう。ちなみにこちらの正式名称はちょっとわかんないんですけど、はい、ちょっと独断で判断するんですけど、これが記憶を釣っている木で、これが鍋です。近くで見るとこのようになっていて、記憶のプリントパーツはそれぞれ違うものになっております。これが家で、これがゲームで、これがお菓子になっております。そしてこれがナイトメアウィッチの手下のカラスになっていて、カラスには黒とクリアマゼンタが使われていますので、これもすごいかっこいいです。ちなみに記憶はこのように簡単に取り外すことができて、カラスに取り付ければ、このように記憶を奪うカラスを再現する
することができます。ちなみに記憶に使われているこちらのクリアパーツはこのようになっていて、上の部分がゴツゴツしていますので、なんか宝石みたいですね。そしてこちらが鍋になっていて、あ、そうだ、しまったしまった。これ鍋にシール貼らないといけなかったんで、とりあえず速攻でシールを貼りたいと思います。はい、シールを貼り終えました。ちなみにシールなんですけど、表と裏で2枚貼ります。鍋はこのようになっていて、火はクリアグリーンが使われていますので、結構不気味に見えます。ちなみに鍋はこのように簡単に外すことができるんですけど、鍋自体にギミックはありませんね。一応このパーツを取り外すと、このようになっていて、もう中にミニフィグとかを入れることはできません。まあ、すごいざっくりなんですけど、この鍋に記憶と悪夢を入れることで、こんな感じでマッドテオやディズニーやドーガンを生み出すことができます。なんかこうしてみるとスーパー戦隊の敵みたいな感じになりますので、僕は結構好きです。はい、そしてこちらが釜から生まれたナイトメアモンスターです。全体をぐるっと見回すと、このようになっております。まあ、造形については先ほどの鍋とそんなに変わんなくて、まあ、違いを言うのであれば、ここに足がつきました。ちなみに足はこのようにヒンジで動かすことができます。で、このベースから、この3体のうちのどれか1つを組み立てることができます。今回の動画はこちらのカラスを組み立てたいと思います。はい、まずは組み立てが終わりました。黒とマゼンタと紫が使われていますので、めちゃくちゃ不気味ですごいかっこいいです。ちなみに組み立てにかかった時間は全部で30分くらいで完成しました。では今からこちらのシールを貼って完成させます。せーので、はい、シールを貼り終えて完成、カラスです。ちなみにシールは全部で1分以内に貼り終えました。で、改めてこのカラスの近くで見ると、うわぁ、もうすごいかっこいいっすね。これ組み立ての時にも言ったんですけど、色も相まってめっちゃくちゃかっこいいですね。ではカラスの全体をぐるっと見回すと、このようになっております。近くで見るとこのようになっていて、ちなみに頭部の目のプリントパーツはなんとオッドアイ仕様になっております。右が黄色で、左が青色になっております。ちなみに頭部のこの部分はシールになっております。背中はこのようになっていて、この部分は玉座になっております。続いて翼はこのようになっていて、翼にはバイオニクルのパーツがいっぱい使われていますので、なんかすごい珍しく感じます。そして後ろ足はこのようになっていて、この部分がシールで、爪はライトグリーンになっております。この部分はクリアマゼンタになっております。最後尻尾はこのようになっていて、尻尾はブレードパーツになっていて、この部分の作り込みもすごいよくできてると思います。カラスの首がボールジョイントでこのようにグリグリと動かすことができて、で玉座のこの部分がこのようにヒンジで動きます。この部分はおそらくレバーなんじゃないかなって思います。で玉座の背もたれがボールジョイントになってますので、このようにぐるっと動かすことができます。で翼はこの部分がヒンジになっていますので、このようにクリックで動かすことができて、であとは翼の根元がこのように動いて、でヒンジでこのように動かせることができます。ちなみにこの3つはこのように動かすことができます。翼の爪はヒンジになってますので、このように動かすことができます。足も翼同様にこのようにヒンジで動かすことができます。で足首がボールジョイントになっているので、このようにぐるっと動かせるのと、爪もヒンジでこのように動かすことができます。そして尻尾はこの部分がこのように少しだけ稼働して、尻尾もこんな感じでちょっとだけ動かすことができます。ではこの玉座にディジーを座らせたいと思います。ちなみに箱の時点でこのカラスに乗ってるのはディジーです。はい、可動範囲を生かしてこのようなポーズを取らせることができます。このカラスにはヒンジパーツやボールジョイントがありますので、このようなダイナミックなポーズも難なくと決まります。あとはこのように空を飛んでるようにすることができます。いや、これ最初に作れる作品にしてはめちゃくちゃかっこいいですね。ちなみに細かいこと言いますけど、このカラス及びこのセットには結構珍しいパーツが使われていますので、これは組み立ててめちゃくちゃ面白かったです。はい、ネバーウィッチたちと並べるとこんな感じで、このセットに付属している味方サイドはこのマテオだけなので、もうこれも圧倒的に絶望感ありますね。いや、でも僕はこういった感じの悪役のセットめちゃくちゃ好きなので、これはすごいいいと思います。はい、レゴドリームズネバーウィッチのナイトメアクリーチャーのカラスはこんな感じです。はい、ということでレゴドリームズネバーウィッチのナイトメアクリーチャーのカラスを組み立ててレビューしていました。まずこのカラスのデザインや造形がめちゃくちゃかっこよくて、このセットに使われているパーツがバイオニクルのパーツや珍しいパーツがありますので、これは作ってすごい楽しいと思いました。さらにこのカラス自体が結構動きますので、いろんなポーズも決まるところがとても素晴らしいと思いました。次の動画ではこちらのドゥームブロブに組み替えます。はい、以上ヒロゲーでした。ありがとうございました。
はい、動画を最後まで見てくれてありがとうございます。僕のチャンネルに登録していただくと最新の動画がいち早く見れます。チャンネル登録や熱い高評価どうぞよろしくお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。ほんならー、イエーイ。